好きな動物は猫とドラゴンです。スマイル大魔王です。好きな動物は画面の前の君だよ、子猫ちゃん。うわあ、辛い辛いので始めよう。いいよ。第7話悪夢、ちょっと間違えちゃった。なんか犬の尻尾みたいな見えたけど、あ、おゆうちゃんじゃん。おゆうちゃんは子猫ちゃんってことで。あ、なら可愛いね。これ街に出てきちゃったんだ。大丈夫、髪型後ろすごいことなってる。池田や。頭重いよね、池田や。でこんな格好して歩くやつはいねえって。ねえ、一瞬で私が悪いやつだったらこれ。ドラーメン。何これ。あ、真のね、真の国のね、ラーメンが。ラーメンとは言ってない。真、あ、あ、え、おい、うん、あ、あれ清掃先生、清掃先生じゃない。あ、違うの、うん、あ、違う、あれ新国から来た謎の商人。あ、そう、びっくりした、一瞬、あ、ほんとだ、前から見たら全然違うわ。すごい匂いだ。あ、カップラーメンで、あれ、みんな来たわ、今日。あ、あ、侵入者、なお前はって、どっから来た、うさ、あ、あ、な、なに、あ、毒を盛ろうとしたのか、大会に。違う、ちょ、マヨネーズ、なんだこいつは、エッチよりは弱いらしい。なんだこいつは、急にシーンが関わってきたけど、今回なんだ、話が壮大に、国を超えた戦いが始まろう。あ、ダメだ、やっぱりやめた。蚊も殺せない男じゃ、秦国の男は倒せない。なるほど、なんだこいつは、めっちゃうさんくさい。ということで、踊る三匹、血のさばき。なんか犬っぽいのが左にいたけど、そう、なんだろうね、元ネタを言っちゃうと3匹が切るっていう時代劇。あ、そういうのがあるんだ。高橋英樹さんが主演なの。なるほどね、うん、それは全く知らないけど、動物が来るのかしら。まあ見ればわかります。犬、はい、はい、用事手下は今回いないのかな。3人の3匹か。そう、3匹。食うや食わずで苦しむ民もいるというのに。犬クボかな、大丈夫かこれは。揶揄しすぎては。殺すの必要がある。鮮度かっこ、あ、これ好き、鮮度好き、かわいい。あら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 グラフィック。上様かわいいな、オーソドックスだね。ちょっと着物から出てるのかわいい。あそこだけ穴開いてんだ、フリフリ。鮮度、あー惜しいですわ、鮮度惜しい。頭にも尻尾がある。オオカミちゃんかわいい。キャワンチュ、キャワンチュ。タヌキ、なんて可愛いタヌキなんだ。でもね、かわいい、よく見るとね、うん、この元になった人に顔そっくりなんで。おお、後で調べます、うん、グラフィック無駄にすごいんだけども。関係ないだろ、グラフィックちゃうちゃうから。グラフィック無駄にすごい。何今回のよくわかんない。何、恐らせて自らは回す。確かにね、うん、ラーメンまで舌鼓とはって。あ、この子かわいい。何、仙道くんかわいいわ。狼です、狼。狼かわいいわ。武士の笠原おけのさん、武士じゃないんだけどな。まあ、確かに武士じゃないんだけど。あ、怒り浸透ってやつやん。タヌキ、タヌキなんて。頭に葉っぱとしてる。あ、君タヌキなんか。すげえ、こいつはグラフィック半端ない。すごいね。すごいよ、毛の細かさが。なんじゃ貴様ら、さっきまで犬が吠えておったと思いきや。なんだなんだ。このゲームはセーフとかファンタジーとかそっち系の違うゲームしやで。でも手はね、手は人間だけど、かぶり、いや、かわいい、千堂くんかわいい、飼いたい。強いて言うなら、何、俺たちはお主のような目に遭わなくとも。え、ウメ様はアウトじゃないのこれ。綱吉、綱吉のことを揶揄してんの。わからん、それは。おお、わかんないけど。してるんで、かわいい。お江戸三匹ってやつ。タヌキなんだ。どうする、なんだこれ、走るの速そう。そう、SF 世界で返してくれる。ああ、SF なんだ。で、今回ですけど、タヌキにはタヌキをぶつけましょう。ああ、なるほど。それで、タヌキの何がや、こいつ射程距離が長いんです。で、長い。そう、タヌキが、なんでタヌキが狙うかな。あ、こいつだけ飛び道具を持ってる。ああ、なるほど。さ、なんか、ああ、すごい、なんか、タヌキがタヌキでーす。浅い、浅い。でも、犬は、多分水が嫌いだからな。この程度の水でも。ああ、ちょっと、うわ、いっぱい来た。かわいい。何この、スクショ、スクショ。かわいい。タヌキは後にしめんどいで。タヌキの格好もいいじゃん、忍者っぽい格好なんだ。どこ行ってんのタヌキ。距離を置いて遠距離でやろうとしてるのか。はい、タヌキ撃破。ごめんね、タヌキは違う。どうして踏んじまった。かわいい。勝ってあげよう、君はうちんちで。こいつだけなんか逃げようとするんです。ああ、面白い。で、こっからですね。さあ、どうする、犬2匹が。さあ、で、上様というぐらいですからね、ちょっと。僕はお茶で上様と会うと。ああ、おもてなししないと。おもてなし。綱吉ってこと言ってんの、もしかして。だとしたら結構危ないよ、もう。大丈夫。当時だったらマジで打ち首もんだけど。上様で、仙道くんはなんだろう、すごいね。仙道はね、やったら射程が長い上にくそ強い。ちょっと私仙道くん一応しない。このゲームで今一番仙道くんが。あー、しかも三連切りだ。やべ、火が。大丈夫か。おー、かっこいい。なんだなんだ、こういう時代劇があるんだ。そう、ちょっと後で調べてみよう。あのね、面白い設定で、あの、いつも3人一緒なんだけど、いつも違う理由でそれぞれ江戸に来て、あと悪人にパッとバレるっていう。あー、そうだ。え、かぶり物してんのみんな。いや、かぶり物してない。してない。
普通の人間なのね。普通の人間、そこは、はい、ただのなんか死んだけど犬設定で。そうそうそう、あー上様が、上様どうする。あ、お家は今召し上がったようなのでどうしますかね。もう一杯ぐらい行きますか。上様から行っちゃう感じなの。あ、上様、じゃあ、あ、匂いで、ひどい。もう生類哀れみの霊に引っかかる、あー引っかかるんじゃないか。すごい声出しちゃった。まあ、タヌキでもいくかっていう。うわー、諦めた。あー、上様、いい結果だったぜ。わかんないよ、設定が全くわかんないわ。彼が綱吉なのかどうかは怪しいけど。あ、瀬戸くん、逃げることは頑張れ。ギャーギャーギャー、やば。瀬戸くん頑張って、かわいい尻尾で、どうする、こいつにはね、侍をぶつけようと、佐々木小次郎。おー、いいね、確かに仙道くん侍っぽいからね。こいつ射程距離長いんで、ちょっと車で時間稼ぎ、ね、やーいてね、この野郎っつって。ブリーダーブリーダー、新しい技を覚えさせて、で、先生もぶつけようか。おー、先生ね、トレーナーとしてね、ドッグランで、ドッグラン走らせようぜ。来てんのか、あ、ここでね、あー頑張れ、剣長っ、長いね、え、挟むね、すげー、佐々木小次郎に匹敵するからね。あー、そこのおじさんくなったんだ。おぉー、行け、さすがに宇宙戦闘くん、先生かっこいいとこ見せてください。やっちゃってください、3-1。うわー、余計つ、おぉー、かっこいい、さすが先生。さっき変な中国人見ちゃった。秦国の人と間違えてすいませんでした。あー、囲まれた、いや囲まれた、いやいや、頑張れ。おぉおぉ、かっこいい、うちで買おうぜ。僕はかわいい、先生お願いします。やっちゃってください、尻尾がクリキッとしてる。おー、いい戦い、今回いい戦いだぞ、すごいな。めちゃくちゃ切ります。結局ね、こいつが何なのか分かってないまま終わりそうだけど。あー、見せらんないよ、ごめんね、君は打ち手顔をこのまま、強いな、かわいい、尻尾握りしめたい。下のグラフィックめっちゃかわいいね。あー、どやーって。あー、何だったんだ、はい、何が起きたかよく分からないけども、なん動物界か、うん、今回はね、悪大官王国ってことで、そう、アニマルビデオ界です。アニマル略して AV 界です。アニマルビデオに残りかす、残りかす。何だったんだ一体、ちょっとよく分からなかったけど、哲学界でした、哲学界でしたね。じゃあ皆さんも動物は大事にしよう。さよなら、バイバイ。